お待たせいたしました。ゾゾマリンスタジアムです。千葉ロッテマリーンズ対東北楽天ゴールデンイーグルス、このゲームの模様をお送りいたします。マリーンズの先発はルーキーの鈴木、対するイーグルスの先発は左の塩見、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなくプレイボールです。左の鈴木マウンドに上がります。イーグルス打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ注目の立ち上がり、先頭バッターは小深田、背番号0。次は8球目、投げました、打ちました、三遊間の打球破った、小深田いいバッティングを見せました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。第1球ストライク、第2球投げた、あーっとショーフライになった、掴みました、送りバント失敗、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。背番号3。まずは一塁牽制、タッチセーフ。第1球ストライク、膝元厳しい球でした、まずは入れてきました、打ちました。第3球を投げた、ボール。次が4球目、投げた、スローカーブ、ボール。投球これから5球目、三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。島内、背番号35。第4球を投げた、打った、ピッチャー返し、エチェバリア自らベースを踏んでスリーアウト。イーグルスファーストランナー残塁、マリーンズまずは無得点に抑えました。2回の表、これからイーグルスの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは岡島、第3球を投げた、打ちました、切れていきます、ファール。第4球は空振り三振、バットアウト、低めの変化球でスイングアウトを取りました。背番号5。第4球を投げました、アウトロー際どい球、ボール。投げました、147キロ直球、空振り三振、2者連続三振になりました。背番号9。第2球投げました、アウトコース低めいっぱい、ストライク、これで追い込みました。投げました、内角、空振り三振、鈴木三安がうなります。リプレイをご覧ください。鈴木この回見事な投球でした。2回の表が終わって2対0です。マリーンズリードで迎える2回です。バッター田村、背番号22。第1球投げました、初球打ち、センター下がった、ダイレクトで当たった、センターからセカンドへ、バッターランナー二塁でストップ。田村いいバッティングを見せました。打順は1番に帰って荻野、マリーンズ追加点のチャンスを迎えています。初球見送ってストライク、初球ストライクから真ん中見逃してストライク、早くも追い込まれています。投げた、見逃し三振、ここは3球で仕留められました。2回が終了しまして2対0、マリーンズ現在2点をリードしています。3回の表2点を追いかけますイーグルスの攻撃、この回のトップバッターは炭谷。第2球投げた、空振り、少し迷ったか、投げた、低めギリギリいっぱい、ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第5球投げた、直球見逃し三振、ギリギリのところに決まった。先ほどのプレーです。バッターは9番辰巳、辰巳背番号。第1球投げた、決まってストライク。第2球投げました、変化球ストライク、アウトローへ。投球はこれから3球目、ボール高め。第4球を投げました、打ちました、一塁線切れてファール。第5球投げました、インコース引っ張った、これは右へ切れていきます。外角低め、見逃し三振、外角低めいっぱいに決まった。打順はトップに返って小深田。第1球投げました、直球ストライク、いきなり152キロ。第2球投げました、流し打ち、取ってこれで3アウトチェンジ。さあリプレイです。鈴木最後はバックに助けられました。
ゲームは中盤4回に入ります。トップバッターは鈴木。第1打席はピッチャーフライに倒れています。打った、ファールボール。第4球を投げた、外、外れてボール。さあ5球目、インコース引っ張った、ファール。さあ6球目、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。第9投げた、決まった、ストライク。まずは決めてきました。投げた、内角低めいっぱい、ストライク。簡単に2ストライクと追い込んだ。次は4球目、投げた、151キロ直球、空振り三振、2者連続三振。さあ投球は5球目、外角低めいっぱい、見逃し三振。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。鈴木、ここまできっちり1安打ピッチングが続いています。マリーンズリードで迎える4回です。ツーアウトランナー1塁という場面で田村。第9投げた、初球から打ってった、抜けた、田村ナイスバッティングです。5回の表、これからイーグルスの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは岡島。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。2球目ストライク、これで追い込みました。追い込んでから投げました、縦のスライダー、空振り三振。岡島全くタイミングが合いません。リプレイをご覧ください。バッターは6番茂木。今日の第1打席はスイングアウト、投げました、流し打ち、内野ゴロ、藤岡掴んだ、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは DH のニクソン。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第3球を投げました、打った、痛烈な当たり、クリーンヒット、打球が転がっている。ニクソン一気に二塁へ、ニクソンツーベース。バッターは8番住谷。これが2度目のバッターボックス。第3球を投げました、見送ってストライク。第4球を投げました、変化球、空振り三振。先ほどのプレーです。鈴木、ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。試合は後半6回に入ります。先頭バッターは辰巳。投げた、直球ストライク、インローへ、タイミング合いません。投げた、打ちました、ヒット。辰巳いいバッティングを見せました。バッターはトップに帰って小深田。一塁へ牽制球を送ります。第3球を投げた、外角低めボール。第4球はインコース低め、ストレートは外れてボール。投げた、打ちました、ファールボール。第6球を投げた、見逃し三振。バッターは2番鈴木。今日はピッチャーフライと三振。一塁牽制、セーフ、二塁はセーフ。ワンアウトランナー二塁に変わります。第3球を投げました、外角低め、見送ってストライク。追い込んでいます。投げました、打った、流し打ち、藤岡下がった、ヒット、レフト前ヒットになった。イーグルスようやく1点を返しました。さあリプレイです。バッターは3番浅村。ここまで2打席連続三振。第2球投げました、2球目ストライク、これで追い込みました。投げました、打ちました。さあ4球目、ストレートはボール。次は5球目、投げました、スローカーブ、空振り三振。バッターは4番島内。今日はショートゴロと三振。第2球決まってストライク。第3球打ちました、いい当たり、ライナー破った、ライト前クリーンヒット。島内ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。第3球を投げた、ボール、内角低め。第4球を投げた、打ちました、エチェバリアバック、取りました。これで3アウト。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。6回の表が終わって4対1、鈴木とうとう打たれてしまいました。1球2本
マリーンズ追加点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー二塁という場面で田村、第9球投げた、流し打ち、どうだ、ファール、1球目ファールから第2球打った、二塁ランナー三塁へ向かう、抜けた、田村いいバッティングを見せました。今日これで3打数の3安打。ノーアウトランナー一塁三塁となりまして、荻野今日はここまで3打数ノーヒット2三振ボール。第2球投げた、スライダーボール。第3球を投げた、ストライク。第4球を投げました、打った、ファースト左横のフライになりました、掴んだ、これでワンアウト、ランナーは一塁三塁変わりません。第1球投げました、ストライク。1球目ストライクから第2球ボール。第3球を投げました、打ちました、キャッチャー落下点、バックネットの前でボールをつかみました。セカンド中村、第1球決まった、ストライク。第2球投げました、サークルチェンジャーボール。第3球打ちました、1・2塁間の当たり、抜けた、ボールは中継、マリーン1点入りました、5対1。リプレイをご覧ください。ランナー2人を置いて迎えるバッターはマーキー、今日2打点を挙げています。打ちました、初球打ち、これは内野フライ、ピッチャー落下点、取ってアウト、3アウトチェンジ。中盤まで終了しまして5対1、マリーンズリードを4点としています。マリーンズピッチャーを交代します。先発の鈴木、6回1失点の好投でマウンドを譲りました。左の山本、今日2番手としてマウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。インコース引っ張った、ワンバウンドヒットになった、打ってバッター一気に2塁へ向かう、ランナー2塁でストップ、もぎツーベースヒット。さあバッテリー、ここは踏ん張りどころ。第3球を投げました、インコース低めいっぱい、見逃し三振、キャッチャー隅谷投げた、アウトコース低め空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます、ボール。第5球投げた、これはバットの根元、レアードボールを掴んだ、アウト、山本取ってアウト、マリーンズなおもピンチが続きます。第4球を投げた、流し打ち、破った、イーグルス点差を3点に縮めました、辰巳タイムリーヒット。さあこれで2アウトランナー1塁、山本ここは踏ん張れませんでした、なんとかしのいでいきたい。先ほどのプレーです。打順は1番に帰って小深田、一塁へ一つ牽制球を送りました。ランナースタートを切った、打ちました、ヒットエンドラン、レアード軽快な守備を見せました、3アウトチェンジ。7回の表が終わって5対2、イーグルスあと3点を追いかけます。マリーンズピッチャー交代です。山本降板、マウンド上はハーマン、今日3番手としてマウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。投球これから2球目、2球目ストライク。第3球を投げた、インコース低めいっぱい、ストライク、追い込んでいます。投げた低め、ナックルカーブ外れてボール、投げました、見逃し三振。バッターは3番浅村、ここまで3打席連続三振。第5球投げました、あっとこれは上がりすぎたようです。中村交代、落下点に入った、中村取りました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番島内、今日はここまで3打数1安打1三振。第3球を投げました、外れたボール。第4球を投げました、打った、ナイスプレー、レアードファインプレーを見せました、3アウトチェンジ。さあリプレーです。ハーマン三者凡退、無得点に抑えています。8回の表が終わって5対2です。
マリーンズリードで迎える8回です。ノーアウトランナー1塁という場面で田村、今日は3安打猛打賞。ボール、第2球投げました、見送ってボール、投げた、バントしました、一塁線転がした、掴んだ、ピッチャーから一塁送球、アウト。さあマリーンズピッチャーを変えてきました。ハーマン降板、そして最後は守護神の増田、今日4番手としてマウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。第2球投げた、アウトロー、空振り、タイミング合いません。追い込んで第3球を投げた、打ちました、ファールボール。第4球を投げた、打ちました、ボテボテの当たりはファーストゴロ、増田取ってアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。第9投げた、初球空振り、いきなり150キロ。第2球打った、三遊間ライナー破った、ヒット、茂木ナイスバッティングです。バッターは指名打者ディクソン、今日はここまで3打数1安打2三振、ボール。投球これから4球目、ボール。さあ投球は5球目、内角低めいっぱい、見逃し三振、内角低めいっぱいに決まった。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、見逃し三振、外角低めいっぱいに決まった。マリーンズ見事勝利です。本日の試合はマリーンズの勝利です。勝利投手鈴木、西武増田、敗戦投手塩見でございました。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。お送りしてます